やることあるのに寝てもうた。夜ご飯に餃子食ってね、20時とか21時かな、そのぐらいにおそらくドリームランドに行ってしまって、起きたら0時とかで、あの時間の思いがけぬ睡眠が一番困る。毎年アマゾンが11月の末から12月の頭までね、ブラックフライデーをやってると思うんだけど、スチームアイロンを買いました。知らない人のために、これは何かっていうとアイロンです。要するに中身がこれなんだけど、まあちっちゃいからね、旅行先に持っていくことも可能なんで、これずっと欲しいなと思ってたんだけど、なかなか買う機会がなかったんでね、タイムセールで数量限定のやつをうりゃーって買ったら、なんか買えちゃって、定価が2万800円のやつを数量限定セールでめちゃくちゃ割引されてて4000円で買えたと。これはお得。まあまあ正直ちょっと思ってたより重いんだけどね。まあさっきね、このシャツに使ってみたんだけど、すごいちゃんとシワ伸びてね、めちゃくちゃ満足してます。この動画が出る頃にはブラックフライデー終わってるけど、あーやばい、編集しよう。